住まいの中は私たちにとって安心して過ごせる空間です。しかし振り返ってみましょう。あなたは住まいの中で怪我をしたこと、しそうになったことはありませんか？それはどんな場所だったでしょうか？実際に家庭内の事故で亡くなるケースは年間1万件以上、交通事故で亡くなる人の数よりも多いのです。ここで問題です。住まいの中で危険な場所はどのようなところがあるでしょうか？